こんにちは。さあ豊さん、はい、まあ、ここ近年言われていることが、まあ、今年の日本シリーズも見てもそうでしたけど、そうだな、セリーグはやっぱりパリーグよりちょっと力が劣っているなというふうに皆さん、まあ、ね、見てらっしゃいますよね。これはやっぱりさ、はい、ドラフトの歴史があってさ、はい、まあ、例えば大谷翔平しかり、ダルビッシュ、マー君、則本、はい、とかさ、うん、いろんな、まあ、千賀も育成とか、はい、いろんな力のあるピッチャーがもう集中してもうパ・リーグに集まったというね、はい、まあ、そういう歴史をもう作っちゃったよね。そうですね。それ最たるものがさ、はい、昨年のドラフトで佐々木朗希と奥川、はい、うん、佐々木朗希っていうのはもう荒削りで160キロ出すとい う、もう力のあるピッチャーだよね。それは全部パ・リーグ指名して、はい、でセ・リーグは奥川に、うん、全部指名が集まったという、はい、だからやっぱこうリーグの考え方なんだよね。もうなんかセとパでそれぞれもう特色ができちゃってるっていうできちゃってるよなことなんですよね。だからここをやっぱ変えていかないと、はい、やっぱ野球のゲームってピッチャーがほぼだから、はい、まあ、7割ぐらいをこう勝敗握るというふうに言われてるからね、うん、だからそれを考えるとやっぱピッチャーで力のあるピッチャー、はい、まあ、それをこう多く集めたパ・リーグっていうのが、うん、やっぱこうレベルアップしてるよね、はい、それなぜレベルアップするかというと、やっぱそういうピッチャーを打たなきゃおまんま食えないんだから、この打者の方がですよね。そうそう、はい、それに伴ったトレーニングもするし、はい、それに伴った教え方もするんだよ、はい、やっぱコーチっていうのがさ、うん、すごく大事な要素なんだよ。あ、そうなんですね。ああ、ということはやっぱりコーチでそのチームだったりそのリーグの強さも変わってきちゃうってことですよね。本来そうじゃなきゃいけないんだけどさ、はい、こいつコーチやんなくてもいいんじゃないかっていうやつもいるんだけど、ちょっと顔ぶれ見ると本当に教えられるかみたいな人もいるけども、うん、はい、でもそれは勉強によっていろいろ知識を蓄えて、はい、話すというね、うん、伝えていくというということはですよ、今おっしゃったようにそのセとパでコーチ陣、例えばピッチングコーチであったりバッティングコーチだったりがちょっと特色があるんですかね。やっぱりね、俺が考えるのは、はい、まあ、セリーグがパリーグに弱かったら、うん、その速いボールを打ってきた人たち、はい、そういう人たちをやっぱバッティングコーチに伝え置いて、うん、伝えさせなきゃいけないよね、はい、選手に、うん、教えていかないと、うん、じゃないとやっぱね、いきなり速いボールを打てって言っても打ち方がわからないわけよ。ああ、豊さんのあの時代ってそのセリーグパリーグってどっちが強いのか、そんなに力はあの差はなかった、もうなかったですか。バッティングコーチはどんな風に豊さんの時と、いやだからまあ変、まあまあ、例えばそのまっすぐに元来強いバッターは変化球の打ち方を教えるし、はい、変化球のもともと上手いバッターは、うん、まっすぐの速いボールを打たすし、はい、だからそういうことによってやっぱこう補ってはいくけども、うん、本来持ってるバッティングのスタイルってあるじゃない、はい、でパ・リーグで近年育ったバッターっていうのはやっぱ速いボールにみんな強いよ。そうですよね、うん、いやだから日本シリーズ見ててもいやポコスカポコスカみんな打ってくじゃないですか、うん、だから164キロかな、はい、投げた巨人の誰だったっけ、あの外国人リエイラ、はい、そう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 、リエイラ、そのピッチャーの160キロ近いボールを引っ張れるんだからだからすごいよ、やっぱそれだけでもそれはやっぱりね、はい、慣れと技術がないとできないんだよ。でプラスそのコーチがそういう教え方をしていないと打てないってことですか。打てないよね。対応してきたその感覚がないとさ、はい、伝えられないよね、なかなか。そうですよね。まあ、例えば俺がじゃあ160キロの打ち方をある選手に教えられるかって言ったら、はい、160キロなんか見たことないから。あ、そっか、そうですよね。157、8まで見たことある。パ・リーグ行ってイラブっていうピッチャー。あ、はいはい。イラブ投手があの時一番速かった。対応できないもん、初めて見るんだから。だからなかなか難しいよ。だからそれがまさにセ・リーグとパ・リーグの違いですよね。でバットを短く持ったりだとかさ、はい、いろいろして対応をしていこうとしたけど、はい、まあ、例えばセ・リーグの人事が発表になったけどさ、はい、そうですね、2021年度のコーチ陣の、うん、はい、やっぱ速いボールを見てきた人たち、はい、打ってきた人たち、うん、速いボールが強かった人たち
がそんなにいないんだよね。ちょっとなんかざっと見てどうなんか気になる、まあ、例えば巨人2軍のバッティングコーチをやってた村田、はい、元 DeNA、うん、あのベイスターズね、はい、が1軍のバッティングコーチになったけど、はい、これはいいと思うよ、はい、村田は速いボールに強かったから、はい、で工夫としてグリップエンドをちょっと開けたりだとかさ、はい、したりとかいろいろした選手なのよ、うんうん、だからこれは面白いなと思う。あ、じゃあこれはもしかしてそういうことも考えた上での昇格だった可能性はあるよね。だから石井拓郎っていうのはアベレージヒッターで、はい、うまく拾って打つタイプのバッターだったから、うん、速いボールを確実に打ち返すっていうバッターじゃなかったからね、はい、コーチとしての能力はあるけどもそういうところがちょっと欠落してるかもわからない、うん、だからセリーグのバッティングコーチとか見ると、はいはい、セリーグ出身のバッティングコーチが多いよね、はい、教えられないよ。これ別にセリーグパリーグ例えば OB じゃなくても生き返ってもいいんですよね。いやいやもういろいろね生き返っていいと思うんだよ、はい、だってパリーグに勝ちたいわけでしょセリーグは、はい、やっぱ屈辱的だよねずっと負けてるって日本シリーズで。そうですね、なんとかやっぱリーグのに覇権を持ってくる、はい、やっぱこれはプライドだと思うんだよセリーグの。そうですよね、まあ、そうなってくると、はい、まあ、パリーグであの速いボールを見てきた人にお願いをしてバッティングコーチしてもらうとかさ、はい、うん、そういう交流がないとさいつまでたっても同じような、はい、だからピッチングコーチだってそうだよね、うん、あれだけ速いボールを投げるっていうのは素質もあるかもわからないけどある程度の教えもあると思うんだよね、はい、だからその速いボールを投げてたピッチャーを投手コーチを呼んでくるとかさ、はい、あやっぱね教えってすごく大事だと思うよ、ま、そうですよね、うん、そのためにコーチがいるわけだからさ。しかもセリーグの中でボールが早く放れるとかちょっと荒れ球を持ってるピッチャーを育てないと、うん、それに対応できるバッターもセリーグ育っていかないから、うん、結局堂々巡りになっちゃうわけですよね。そうそう、だから、まあ、例えば150キロのピッチャーが150キロで終わる、うん、そうじゃなくて150キロ投げれるもともとの素質があって158キロが160キロになったって、うん、これはやっぱりどっかをどう鍛えたかっていうこともあると思うし、はい、投げ方に対してどう工夫したかっていうのが絶対あるはずなんだよね、はい、だからそこら辺をやっぱりお金を出しても連れてくるとか、うん、そういうことをしないと俺はダメだと思う。例えば阪神の藤浪投手って球速もありますし荒れ球じゃないですか。だ藤浪投手を例えば育てられるような例えばピッチングコーチとかを阪神は例えば連れてくるとか、うん、連れてくるとかね、はい、まあ、例えばあのダルビッシュだとか田中マー君に関わった、はい、佐藤義則っていう人がいるんだよ、はい、そういう人を連れてくるとか、うん、臨時コーチでもね、うん、だってさ山本昌をつけたよ、はい、だから確かに優秀なピッチャーだよ、うん、タイプが違うよ、ね、全然違いますよね。全然右と左だけでも違ってそうです ね変化球ピッチャーをさつけたって感性、まあ、ボールを投げるっていうことはさ、はい、一緒にしても、はい、やっぱ投げてる体感だとかさ、うん、感性って違うわけじゃない、はい、だからそういう人を、まあ、全然良くないとは言わないよ、はい、だけどやっぱそこら辺もやっぱこう同じような悩みを持った人を連れてきて教えてあげるとかさ、はい、適材適所ですよね。だからやってることがちんぷんかんぷんなところもあるわけよね。確かに。じゃ例えば藤浪投手だったら、まあ、佐藤義則ピッチングコーチもそうですけどどのピッチングコーチをつけるといい ピッチャーになるんですかね。パリーグに対応できるというか。あ、藤浪が、はい、いやまあでも中継ぎに入って、うんうん、もうとにかく腕を振ることをもう一度ね、はい、それをやって先発に戻してある程度良くなってきたよね、はい、だからそういう直し方っていうのが、うん、藤浪のある程度今年分かったと思うんだよ、はい、だからまあそれはそれでもいいのかなっていう、うん、でもまあ行き当たりばったりじゃ困るしね、はい、だからそこら辺は確立したもの、まあ、例えば藤浪はこういう時に崩れてこうなったら良くなるっていうのはやっぱコーチが把握しておかないと。そうですね。でそれを藤浪にも伝えておかないと、うんうん、やっぱコーチっていうのはやっぱ弁が立つ人じゃないとダメなんだよ、教えるのに。だからその現役の時にいい成績を残したけれどもその感覚とかで、うん、
活躍した選手よりもそうじゃないそのちゃんとこう論理的に教えられる選手とか、まあ、っていうのもあるんですやっぱね口八丁手八丁なんだ、ね、詐欺師みたいなんだそこからいやいやだから乗せてやらいいんだよ選手をね絶対できるとかさ、はいうんうんうん、そういうことが大事なの魔法にかけるじゃないですか魔法にかける、はいねうん、でもそれはより何が説得力を持つかというと、うん、ある程度やっぱ現役時代の実績がものを言うんだよだってコーチの実績を選手が抜いてったらこっからの感覚はやっぱこうコーチは分からないわけだからそうですよねだからといってダメなんじゃないよ、はい、勉強すればいいだけの話なんだけどだけど説得力っていう持たすにはやっぱある程度現役の時の数字が物語るっていうことがあるそうですね、うん、で、ゆとかさんあの先ほど2011年度のコーチングスタッフ新しくなったコーチングスタッフ、うん、セリーグパリーグ両方見てましたけどやっぱりセリーグとパリーグで違いありました出てましたやっぱりさまあこうパずらっと見たけどさ、はい、やっぱあんまり変わり映えしないあまあ例えば負けても責任取らない、はい、昔は負けたら誰か責任取ってクビになってた、うん、まああんまり責任取らない、うん、ねやっぱコーチ陣っていうのがぬるま湯体質だし、はい、まあフロントはフロントっていうか球団はコーチというところであんまりお金は使いたくない、うん、まあ有名どころを取ってくると、はい、やっぱそれなりのお金がいる、はい、だからちょっとあれかなとは思うけど、はい、だけどそれでも勉強させてね球団が、はいうん、コーチとして、うん、まあ優秀なコーチになる人だっているわけだからさ、はい、まあそこら辺は諦めることはないけど、はい、だけどやっぱり言ったようにセリーグがパリーグに勝ちたいんだったら、うんピッチングコーチとバッティングコーチはやっぱパ・リーグで優秀だった人間、うん、そういった人たちをあの連れてくる方が感覚的には教えられるかなっていうふうに思うよね、うんま、これパ・リーグのコーチをいっそのことガバッとセ・リーグと変えてみたらなんか変わったりとかしていく可能性も、まあ、変わる可能性はあるよねありますよね、うん、あとドラフトでどういう選手を取るとか、うん、そういうのも変わっていきますもんね、うん、だからまあある程度その、まあ、速いボールはこうやって打ちなさいとか持ってんだけどさ、はい、みんなね、はい、だけどやっぱり実際やった人たち経験値が高い人たちの方がよりいいということ、うんうんうん、でそれを踏まえて豊さんがもう瀬戸と関係なく自分のチームを持っていたらどのコーチを組閣で組みたいか、うん、そうだねもうこのコーチだったらもう、まあ、打倒パリーグまあ豊さんはセリーグにいるとして打倒パリーグいけるんじゃないかなとああじゃあまあヘッドは元木ずっとおっしゃってますもんね、うん、ヘッドコーチは元木で元木ヘッドコーチ兼走塁コーチあ走塁もって言ってましたもんね走塁も抜群にうまかった選手だから、はい、足くっそ遅いのにさいやいや本当だよ不思議ですねだけど感性は素晴らしかった走塁のじゃあそこは別にパリーグの出身の選手じゃなくても元木さんでもそこは大丈夫ってことですね大丈夫だいたい濃い野球をやるから濃いだってパリーグで、ねうん、正々堂々と戦って負けるわけだから、はい、濃いこと考えないと元木さんの濃いだって隠し玉もやったりとかさ走塁、ね、ではさすごい濃い走塁するしさランダムプレーでさ、はいね、こうやって投げさせた瞬間に受けようとしてる野手にわざとぶつかって自分が生き残る走塁妨害を取らすとか頭いいいや結構結構じゃない野球の方は抜群だからってずっと言ってますもんね、うん、だからもうそこはじゃあ元木さんなんですねだからこすい野球で勝つしかない、いきなりは勝てないから褒め言葉で通して、はい、でピッチングコーチ槙原あここもセリーグですよいやこれは早いピッチャーだったからさあだから速いボールを投げさすためにっていうはい右でいいんですね右でいいこれって投手コーチって右左とか兼任で置いてあるんですかあるよね、はい、だから左、まあ、石井博俊とかおヤクルトロケットボーイズの、はいはい、左ピッチャーのね、はいまあ、それとか槙原と一緒につけて、はい、とかはいいと思うよね、うんおうん、続いてバッティングコーチバッティングは国保あ国保さんソフトバンクにね、うん決まりましたね、国保、前田、はい、立浪これ揃ったら絶対打たないと怒られちゃう選手が怒られちゃう怒られちゃうえこれまず国保さんはなぜですか国保はやっぱ速いボールいろんなボールに対応するのが抜群にうまかった選手
でホームランも打ってたし、はい、前田天才、はい、天才だけど喋りよ、面白いよ前田、喋りますよね、喋るでしょ、はい、現役の時は寡黙だったけど、はい、もう色全然変わっちゃってるからねすごいですよね、だから伝え方もうまいと思う、はい、で立浪、はい、立浪はやっぱ天才だもんね、バッティング、はい、で適材適所で考え方を持ってるから面白い、じゃあこの3人揃ったら、もう3人揃うわけがないんだけどさ、はい、3人揃ったらもう面白いよね、すごいですね、パ・リーグ出身、セ・リーグ出身、天才が集まる、うん、そして守備ですけれども、守備は宮本、井端、ここもセ・リーグですね、まあここら辺、いやあのね、うん、セ・リーグはね技術者が多い、はあ、ほうほう、やっぱこれっていう技術を持ってる選手はセ・リーグの方が多いかな、はい、うん、豪快なのはパ・リーグが多いけど、ね、はい、いや宮本と井端の厳しい2人がいたら取らないわけにはいかない、怖いですよエラーするわけにはいかないいかない、いや本当に取らざるを得ない、いやそのぐらいやっぱ守備はやっぱ大事なところだ、うん、ですね、うん、でバッテリー谷重クロスリーグですね、これは人脈だな、そうですね完全にねいやだけどやっぱり監督もやっただけあって、はい、あのいろんな知識があるんです、うんうん、そうですよ ね、はい、で、外野のコーチ、外野は田村、田村さん、はい、うん、なぜ田村は、うん、あの性格ってさ、はい、もうほんとこと細かに教えていくんだ、はい、で、外野手って意外にダラッとしてるやつが多い、はい、最前線から遠いから、うんうんうん、ね、そうじゃなくてやっぱ細かいところまでこうチェックして教えてくれる、田村選手、うん、でも外野ってやっぱりの守備教えることはあるんですか、田村だったら見つけ出して教える見つけ出して教える、まあ取ればいいんだよね要は取ればいい、まあまあでもそのコース取りだとかさ、はい、いろんなことは教えていかないと、うん、そうですよね、いやだからもう2021年度から新しく刷新した、ね、チームコーチのいますけれども、うん、それはどういうふうに作用して、果たしてセ・リーグは来シーズンパ・リーグに勝てるのかどうか、ね、そのあたりもコーチ陣からちょっと注目していきたいと思います、はい。